はい。はい、皆様こんばんは。9月の21日月曜日、256回しゃべくり松代の時間がやってまいりました。今日の松代はですね、このマッチ歩きセンターにですね、今日、70名ほどお客さんがいらっしゃいました。はい、それはその中にね、富山ですとかね、横浜、静岡、奈良、長岡、それからですね、これ飯山の方もおいでになりましてね、結構おいでいただいておりますね。で、まあ今日は敬老の日でもありますので、あれですね、まあ、夢空間ですね、松歩きセンターにその紙芝居を作って貸し出しはしてるんですけども、今日やっぱりあの敬老の日ということでね、貸し出し量がやっぱり普段より多かったですね。みんな有効活用されております。はい、そんな今日の松代でございます。さて、今日のゲストをご紹介いたします。ですね、東城にはあの松代焼の、 あの窯元が3軒ございますけれども、今日はですね、そのうちの2軒目、前回1軒やっていただいたんですが、今日2軒目のですね、焼き締め縄文焼き、東龍窯の窯元であります牧隆さんです。よろしくお願いします。お願いいたします。それではですね、はい、東城の地図でね、牧さんのところの東龍窯の場所をちょっと確認してみましょうね。ですね、ここ、マチュアルセンターが今ここにあります。今ありますね、ちょっと、ずらしてますね。で、これからずっと東の方へ行きますと、東城小学校あるんですね。この東城小学校のところには、信号がございます。それを通り越してですね、どん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 東の方へ行っていただきますと、いろんなその看板が出てるんですよね。そうですね、はいはい、牧さんのところも自分で手作りでね、あ、そうですね、やってありますね。はいはい、でそれを頼りにですね、清滝目指していくっていうことですね。はいはい、でそれから清滝の、ところへ行ったら、はい、あそこに、清滝、あ、そうですね、信濃の33番札所の清滝阿弥陀堂、阿弥陀堂、はいはい、滝が流れてる、はいはい、あのところから200メートル上、200メートルまだ上上がってくと、はいはい、そうですね。そうすると大きな看板があるよという形ですね。ですね、はい、はい、まあ結局あそこもあれですね。はい、牧さんのところ行けば、まあその熊もいる、はい、猿もいる、そうですね、うん。あと何いるって言いましたっけ？あとあのカモシカやら、うん、普通のあの鹿とか、うん、あと、猿とかもある人あらゆる動物は、うん、あの出てきますね。うん、はい、そういうのは作らないんだね、陶芸としては。まあそうですね。あんまり関係ないかね。そうかそう。はい、まあお友達になっちゃうような感じもしないでもないけどね。はい、まあ、あの牧さんのですね、ちょっと経歴っていうかね、略歴みたいのもあるんですけど、はい、ちょっとこれあれですね、はい、焼き締め縄文焼き、はい、それともう一つこれは友情縄文焼きですね、うん、これはどういうあれなのか、ちょっとあれだね、その陶芸のあれをちょっと言って説明していただければいいですね。はい、こちらに作品があるんですが、はい、あのこちらとあのこちらのものがあの焼き締め縄文焼きと言いまして、はい、あのいわゆる、釉薬ですね、はい、薬をかけてない、薬をかけてないあの焼き締め縄文焼きと言います。で、あとあのこちらにある、とっくりですね、はいはい、これとか、あとあのこちらの、これ、はい、これは何ですかね、あの納豆鉢ですね。納豆鉢、はい、納豆入れるんですか。納豆入れたり、うん、はい、いろいろと用途、なんか卵をかき混ぜてもらったり、あ、そっかそっかそっか、カフェオレ飲んでもいただいて、あ、コーヒーでもいいよ、はい、そうですね、あ、なるほど、はい、何でも OK だ、そうですね、なるほどね、はい、ちょっと軽くて具合いいね、そうですよね、うん、
これが薬かけてあるものでして、はい、それでこれが釉薬ですね、薬がかかってるので釉薬縄文焼きっていう名前でやっております。ああ、そうなんですか、はい、分かりました。まああとちょっと落歴をあれしてみますと、はい、マキさん昭和47年生まれ。そうですね、真っ白に生まれた。あ、長野、青森、青森に生まれた。あ、そうなんですか、はい、はい、であとは、はい、ちょっと説明していただいて、そうですね、今度、高校まで、まあ、ここにいまして、うん、それで、高校出てから、愛知県の瀬戸市、うん、はい、窯業高等技術専門校ですね、窯業訓練校の方へ1年ほど、はい、行きまして、はい、でその後岡山県備前市の、はい、備前焼の方で窯元へ行きまして、東照園というところで、はい、7年ほどろくろを勉強して。あ、そうですか、はい、何人もいるとこなんですか。はい、修行する人って何人もいるの。そうですね、もう備前焼は一大産地なので、もうたくさん修行してる人もいれば、うん、もう本業でやってるかしら、はい、もう独立してやってるところもあれば、窯元もたくさんありまして。あ、そうかね、はい、ね、なるほどね、はい、で、はい、14年に帰ってきたよって、で独立したと書いたんね。平成12年ですね。ああ、そうかそうか、はい、平成12年か、はい、はい、こちらの松代の山の中に、はい、逃亡がちょうど空いていまして、はい、それでそこをお借りして。でも何年経つんですか。もう15年ほどですか。15年ほどになる、はい、なるほどね、はい。これでまあ一応これ見ると毎年春と秋に個展を開いてますよっていうですね。はい。でこれが今度何、平成23年に焼き締め縄文焼きっていうのを創作したっていう。はい。それをやり始めたっていう。やっぱりあれ、こういう普通の備前焼きとは違うやつをやらなきゃいけないかなって自分で考えながらこうやってやってきたってことなんですかね。まあ、なんて言いますか、備前焼きっていうのはもともと焼き締めって言いまして、うん、薬かけてない、うん、ものでそういう焼き物が好きだったんですよ。はい、それであと個人的になんか昔縄文式土器とか、あ、はいはいはい、見て特に火炎式土器っていう、うん、聞いたことあるね。ありますか、うん、はい、そういうのを見まして、それで触発されて、うん、縄文をやるようになった、はい、でもあれ、何ですかね、こういう陶芸の方へ入るきっかけってどう言われたんですか。あ、そうですね、うん、これ自分小学生の頃紙工作とか、うん、大好きで、ええ、で中学1年の頃に、ええ、親に、はい、将来自分何になればいいかなってふとちょっと聞きましたら、はいはい、ただお前は手が器用だから、うん、陶芸家にでもなればっていう話で、うん、でああそうかと思って、それでそのまんま、そのまんま、なるほど ね、 ね、自分も納得したんだ。あ、そうですね、うん、よかったね、はい、でもそうですねまあいろんなこういうね、はい、さっきも言ってカップ作ったりとかね、はい、湯飲みだとかね、グラスを作ったりとかっていうのあって、はい、まあこれ行ってきましたけど、これがあれですね、ギャラリーですね、ギャラリーなんですね、はい、はい、まあ結構いいね、本当に山の中っていう感じで ね、はい、熊さんおいらっしゃいっていう感じだね、はい、本当に、はい、でここがあれですね、仕事場みたいなんですね。そうですね、逃亡ですね、はいはい、でこちらがね、左側にあったのが、はい、釜ですね、はい、薪の釜ですね、はいはい、で釜を見ていただくとこういう形ですね、はい、これがまあ一番入り口で、これはまあ本当に大きなあれですね、はい、そうですね、でこれが正面の、今この小さくなって、はい、でここへ入れて燃やすという形なんですけど、この裏にももう一つあるっていうね、ちょっとこの写真撮ってきたんだけど ね、はい、これはどういうあれなんですかね。そうですね、3部屋一応部屋がありまして、はいはい、で斜面に作ってあるので、うん、一番最初の前の部屋でひとまず炊きまして、はい、で炊き終わったら今度後ろの部屋に行って、はい、ここ、まあ、炊くときは当然ここを閉めますね、はいはいはい、こっちも閉めちゃうね、はい、でここら辺から薪をもう一回入れる、そうですね、でここの部屋の焼き物を炊くっていう、はい、ですね、なるほどね、はい、まあこれなんだっけね、ここの
あ、これじゃない。これの裏側に、はい、先週ですね、一本杉っていうのが大きな杉があるんだ。はい、ね。そうですね。人間で4人半ぐらいでこうやって巻かれるようなぐらいのあれがあって、はい、そこからねちらっと見たらこの青いこのあれが見えたの、はい、ああここ牧さんのところだっていうのでちょっと分かった、はい、そんなあれだったね。だから相当ね、はい、なんていうかな、いっぱい林があってっていうあれですね、はい、はい、さてさてそれでですね、はい、ここの東城のちょっと登っていって裏後ろっていうかこう振り向くとでね、はい、こういったその松城全体のあれがあって、はい、天気がよければここはアルプスがこうやって見れるですよね。そうですね、うん、と綺麗に見えます。そう、はい、安住の時なんか最高じゃないですかね、はい、そうですよ ね、はい、安住の時も牧さんちもあれだね、はい、これさっきのこういうあの安住祭りでやるっていうことだからね。そうですね、そうですね、はい、まあこの中見てもらうとこれだけギャラリーの中こういういろんなものがありますわね、はい、まあ、こういった真田のものもありました、はいはい、まあ、さっきのこれも真田のあれですもん ね、 ね、今来年は真田丸だけど、はい、先越してこうやって作ったの。そうですね、何年か前、何年も前だね。そうですよね、うん、今これから作っても間に合う。まあ、そうですね、在庫もまだちょっとありますし、うん、全然大丈夫なの。あ、はい、じゃあちょっとお土産にっていうのはちょっと ね、作らなきゃいけないですね。はい、はいはい、それからですね、これがさっき言ってた焼き締めって言ったっけ、はい、そうですね、焼き締め縄文焼きの、うん、これは何、とっくりだとか何があるんですか。これはオブジェですね。でこちらが壺になりまして、はい、でこちらが小鉢ですね、うん、はい、こちらがなんだっけね、友情縄文焼きになりますね、うん、はい、これは薬が塗ってあるっていうんだね。薬塗ってあります、うん、はい、この薬っていうのはどういうふうにやってあれなんですか、なんか特徴あるの。と言いますと、うん、この薬の薬液っていうか作るのね、どういうあれを使ってやってるの。そうですね、今よくやってるのは、まあ、トルコ青っていう、うん、薬つけてこういうふうに本当に青い綺麗な色になったり、はい、あとこちらにある、薬は、まあ、自分が調合してやったものなんですけど、うん、はい、これだけだいたいあれこうや焼いてみてパッとこう出たっていう感じであれですか、自分のイメージとしてこうどうなんですか。そうですね、焼いた時のイメージと自分で考えてたイメージとは一致するっていうこと。あ、そうですね、大まか大体大まか大体こういうふうに焼き上がるだろうなっていうのはあるんですけど、うんうん、あ、なるほどね、はい、そうですね、まあ、こちらの方は何ですか、この下のこういう。こちらは上と下のこの段 の、はいはいはい、のランプシェードになりますね。あ、はい、私ね、これキノコだと思ってた。あ、違うんだね、すいませんね、はい、あ、そっか、穴開けてここでもってね。そうですよね、なるほどね。あ、そういうのも作られてるんだ ね、はい、で、 ね、でもこれ行ってみて面白いよね、いろんなものがあって、はい、でこれ作る時って どういうイメージ的にはどうなんですか、この、はい、あ、じゃあ今度はこういうふうに作るとかさ、ピーンとこうイメージ湧いてすぐやるとかっていう感じなんですか、それとも少し策を練ってこうやるとかって、はい、あ、そうですね、なんか食器でも何でも、ね、あ、そう作る時のあれは。そうですね、なんかこうちょっとネットでまあちょっと調べたり、ね、あと自分でこういうのがあればいいなって思って、うん、まあ作ってるっていう感じになりますね、はい、あとあれですよね、こういう教室もやってるっていうことで、この間伺った時に2人ほどね、はい、女性の方一生懸命やってて、はい、まあ、顔見知りでこんにちはなんてやってましたけど、まあ、なんか1回コースと2回コース、あ、3回コースってあるんだけど、はい、ちょっと説明してもらっていいです。そうですね、うん、最近体験陶芸教室始めまして、はい、1回コースのものが、うん、ね、そうですね、はい、1キロの土の玉で、うん、まあ、何作っていただいてもいいんですよ。まあ、ここに湯飲み、ご飯茶碗、花入れ、陶人形って、4つほどありましたね、はい、あるんですけども、うん、基本的にもう何作ってもらってもいいので、うん、1回コースはまあ作ってもらうだけで、はいはいはい、あとはこちらで削りをしたり、うん、あと薬をかけて、うん、でお渡しするっていうので、うん、はい、それで3回コースは、はいはい、
また1キロの土 の玉で、作っていただいて、うん、その後、次の日以降に、うん、下の高台削りを芯に来ていただいて、うん、で乾かした後素焼きですね、植木鉢みたいな感じに素焼きしまして、はいはいはい、でまた来ていただいて、薬がけをしていただいて、うん、で本焼きをこちらでしまして、うん、でお渡しするっていうので、うん、でやっております。なるほどね、はい、あとあれですか、この、はい、窯元の1年間の作業予定みたいなのはちょっとお聞きしていい？そうですね、どんなあれがあるんですか？はい、春は先ほどもお話した京雲峡の焼き物巡りっていうありましたね、はい、うん、4月に、はい、アンズの花が咲く頃、うん、このように3軒で、はい、共同でね、はい、やったりするやりまして、なるほどね、で秋は象山神社の近くにある、はい、喫茶ギャラリー象庵さん、あ、象庵さんで、はいはい、1週間ほど秋の新作展をさせていただいて、あと他の月は善光寺びんずる市に、あ、びんずる市ね、はい、出せる時とか、出して、ええ、あと9月なんかは今度1週間後は黒船の方でクラフトフェアとか、うん、あと10月は火のアートフェスティバルっていう東御市でやる、うん、そっちの方も出てくる、はい、なるほどね、はい、そうですね、あと一つ、はい、そこにあるそのカエル、はい、ちょっと説明取ってもらっていいか、説明してもらっていい？はい、うん、じゃこちらの、はいはい、ちょっとちょっと、はい、うん、こちらの、うん、これなんていうあれ、真田ケロベ、ケロベ、ケロベ、なるほどね、はい、こちらが真田ケロコですね、うん、なるほど、これ真田ケロベは三沢守さんっていう漫画家の先生が、うん、名付け親になっていただきまして、うん、命名していただいて、あ、そうですかね、人気です、そうですね、はい、ちょっと特徴あるんだね、はい、これはちょっと面白いの見て、はい、持ってきてもらったんだけどね、はい、これちょっと説明してもらっていい？そうですね、うん、自分は演劇でちょっと関わらせていただいてまして、うんうんうん、今度は寺山修司作の、うん、盲人書館、うん、上海編っていうので、うん、どこでやるですか？長野市の町の中にあるギャラリー、はい、花蔵ですね、というところで、で、はい、10月の30、31、1日、11月の1日と11月の2日、はい、これ4日間やるっていうね、はい、4日間、はい、でこれがまた面白いんだよね。はい。うん。そうですね。縄文巻き、はい。縄文巻きです。あ、縄文巻きな。はい。それでこれ見るとさ、はい、ね、ちょっと縄文巻きって言ってもオッケーって感じでね。はい、顔がいいねって思って。ああ、ぜひあれだね、前売り券で、はい、前売り券1,500円、はい、当日1,800円。はい。うん、そうですね、ぜひまた行っていただければいいね、はい、そうですよね、うん、また一面、はい、また牧さんの違う一面が発見できるかもしれないですね、はい、ダブルキャストなので、うん、楽しみにしていただけると、はい、わ、はい、かりました、はい、今日はもうお忙しい中いただいていろいろと聞かせていただきました、 ありがとうございました、 ありがとうございました。今日は素晴らしかったですね、はい、面白いでしょ、ねえ、マキさんいろいろと、はい、いろんなとこ絡んでて面白いなと思うよ ね、 うね、いや先週、先々週か、うん、続いてね、はい、こういう焼き物の話素晴らしいですね、面白いね、もう一回あるんですね、もう一回あります、はい、はい、楽しみですよ、はい、はい、で今度はですね、この、はい、今お知らせね、お知らせで、はいはい、9月の26日今週の土曜日ですね、はい、真田丸を巡ってっていうのでね、真田今ね、来年真田丸、それに合わせてもちょっとやったんですけどね、はい、これがね、サンホール松代で武田徹さんに来ていただいてね、ちょっと
この有名な今までとちょっと思考はちょっと違ったお話が聞けるかな、はい、参加料無料なんでぜひぜひ、はい、ぜひ ね来ていただきたい、はい、もう一つ、はい、マッスルファンに伝えられたって武術のね、を訪ねるっていう形で、はい、エコールドマッスルクラブがね、主催してやってます、はい、これがですね、松代城出発してね、篠野行ってそれでまた豊坂の明徳寺さんへ行って文部学校へ戻って、うん、それで15時30分終わる予定、ね、昼飯を持ってきてください、参加費1500円っていう形で一日いろんなことをできるらしいです、はいはいはい、そういうあれですので、はい、エコールド松代へ、はい、申し込んでいただいて来週の予定、来週、はい、来週はですね今度はねちょっと面白いな、ファンキー伊藤だって、伊藤さん出てもらって、伊藤さん出て、うん、なんかね聞いたらねファンキー伊藤って名前つけてよこしてね、うん、これでね来週の予告してくれって言われた、はい、またちょっとどういうあれだか聞いてみたいなと思うけどね、はい、真っ白中学校をね生徒が語るって、真っ白中学校を生徒が、中学校のね生徒会のね役員さんね、うん、会長さんと副会長さん2人ここへ来てねいろいろお話を聞くって言うんですよ、うん、どんな話あるか面白いな、内緒の話、昨日か一昨日か新聞に出てましたね、うん、何の話、あの松代中学校、うん、ね、どういう、あ、そう、え、松代中学校、160周年、そう、え、それは松代小学校でしょ、あ、小学校、あ、間違えちゃったね、すいません、そうでしょ、長年、そう、間違えちゃったかもね、そうですね、すいません、来週はね、中学校ね、真っ白中学校です、はい、それをねちょっと、はい、やっていただくのね、ファンキー伊藤さんでございます、はい、よろしくお願いしますね、わ、はい、かりました、はい、それでは来週のジャグラスはどうぞよろしくお願いします。松代はあなたの街、それそれそれくらい松代また見たい。